パーム病院は、明治13年新潟県新潟市南浜通りに、スコットランドイッチ長老協会医療宣教師、TA パームが開設したキリスト教系の病院である。1874年4月に、スコットランドイッチ長老協会の PA パームは、英国政公会宣教会のジョン・パイパー、通訳の雨の森信成、雇い人の党、沢、水谷夫妻と共に、 新潟に入る。そして、港町三丁目に日本家屋を借りて住み、診療所を開き医療行為とキリスト教伝道を開始した。パームはエディンバラ大学医学部在学中にリスター教授に指示していた。そこでリスター式防腐法をもって可能を防いだ手術を行ったことで飛躍的に生存率が上がり、パームは死者も生かすと評判が立った。地元民からは パンの医者、パンの病院として親しまれた。医療助手に、旧村上藩の大和田清春などを雇っていた。年間の手術は、1878年には174回、医療費は319になった。1880年8月6日に、明治新潟大火により、診療所を消失した。エディンバラ医療選協会よりの援助で、南浜通り番町に、 新病院を建設した。これがパーム病院と呼ばれることになった。1884年にはたくさんホラが入院しながら新潟電動に取り組んだ。1885年にパームの公認としてアメリカンボードの医療専教師ドリマス・スカッターが来日する。スカッターは電動と教育に専念するために1885年にパーム病院を閉鎖した。 たくさんほら151から152ページ中村2006年189ページ。ありがとうございます。